さっきの夢のこと。また蒸し返してごめん。けど。そんなのあったはずないんだから。どうしてそんな妙な記憶を持つことになったのか、それはわからないけれど。まあ、いいけど、それより。ついてる。はい、お弁当。うん。お兄ちゃん。おはよう。おはよう、トーリさん。頑張ってますね。待ってる間、ちょっと落ちてたかも。その前に、ほっぺたペタペタしてくれる？まだ目が覚めない。行きましょう。
冷たくてね。それが気持ちいいんだ。私はもうあんまりやることないけどね。トーリさん、受験いよいよですね。うん、本当いよいよになっちゃった。トーリさんなら大丈夫ですよ。うん、だといいんだけど。塾にはほとんど毎日通ってるし。張り出されていた模試の結果では上の方に入っていたし。あ、見たの？それに3年になってからは遅刻もなかったしね。そういえば、今年は早くに来るって言ってたかな、お母さん。なんで早いんですか？もう授業がないらしいよ。大学今年で卒業だから。だから2、3日もしたら、またあのホテルに部屋を取るんじゃないかな。仲睦まじくってこれでなかなか難しいんだよね。あ、そうそう、二人とも変な薬に手を出していないよね。何ですか？うん、うんうん、じゃあ知らないんだ。そうだよ。よかった。うん、京介たちがそんなものに手を出すはずないよね。うん、私も友達から電話で聞いただけなんだけど。そんな噂は確かにあるらしいから。
なんだかすごいような話ですね。とにかく二人ともそういうのは知らんぷりしなくちゃダメだよ。どうかした？黒くて大きいもの？地球よりも大きいんだよね。で、太陽活動の活発さの指標になる。黒くて大きいものが塀から塀へ。じゃあ猫？目の錯覚とか。え？うん。私も。え？まさかそんなの。でも。ヒョウとチーターってどっちが正しいの？だって同じ動物でしょ？いや、別物ですよ。お兄ちゃん、見間違いでしょ？それか、寝ぼけたか。あ、私もよく寝ぼけて歯磨き粉そのまま飲んじゃうことがあるよ。バナナ味の歯磨き粉だから。関係ないです。エマちゃんは何味？味というか、私は普通ですよ。普通って。それより早く行きましょう。遅刻になるわ。あ、ちょっと。
いやいや、鬼のようにかっ飛ばしていた私が悪いんです。にゅー、サンデーがクッションになってくれたし、サンデーは大丈夫？にゅ、そっか、防弾チョッキも辞さないってか。にゅ、どうかした？黒猫だからね。大丈夫。君は？それよかった。そんなの。私のリンゴないかなって。私の朝ごはんだったのに。まあ私が悪いんだけどね。お手玉みたいにしながらキョロキョロしてたから。やってくるの久々だったから、いろいろと物珍しくてさ。君、霧式学園でしょ。